アイテム番号、SCP-696JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル、SCP-696JP、1および SCP-696JP、2はすべてサイト、8170において大きさに応じた標準オブジェクト収容ロッカーに収容してください。SCP-696JP はビニールの抗菌パックに保存した上で同様に収容されます。各オブジェクトへの実験時以外の直接接触は禁止されています。SCP-696JP 関連オブジェクトを使用した実験はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員2名の許可を得た上で、機動部隊を待機させていってください。暴露者は収容サイト、8170における管理が義務付けられました。記憶処理、カバーストーリーの適用を行った後、標準人型オブジェクト収容プロトコルに従って収容してください。暴露者から維持要請が失われたため、この収容手順は廃止されました。通常の経過観察を続行してください。説明。SCP-696JP は粉砕された状態の 7.6kg の人骨で、現在までに34種類の異なる DNA が検出されています。人間、以下、暴露者が SCP-696JP に接触すると、直ちに暴露者と完全に同様の DNA を持つ様々な状態の死体、SCP-696JP-1 に指定、が暴露者から30メートル以内に生成されます。場合によっては SCP-696JP-1 以外の物体、SCP-696JP-2 に指定、の生成も同時に確認されました。SCP-696JP-1 または SCP-696JP-2 には暴露者の氏名を含む情報が様々な形式、多くは刻印、で表記されています。SCP-696JP-1 および SCP-696JP-2 は SCP-696JP と全く同様の特異性を持ちます。SCP-696JP はサイト8162における大規模収容違反で発生した犠牲者の処理過程において発見されました。発見時すでに一般人を含む、名の暴露者が発生しており、その形状から風や水流によるさらなる拡散が危惧されましたが、財団の収容作戦は成功しました。現在まで収容違反の報告はありません。暴露事例記録。暴露者、14歳女性、SCP-696JP-1、焼却され大敗。SCP-696JP-2、浄土宗式の墓に告示しており、戒名、命日、行年とともに暴露者の氏名が彫刻されていた。命日は収容日からおよそ7年後の20年07月19日。暴露者、23歳女性、麻薬密売に関係していることが後の調査で判明。SCP-696JP-1、白骨化した死体、大腿骨に、2000年11月19日、暴露者の氏名、という彫刻がなされていた。SCP-696JP-2、大量の土、神奈川県、山中のものと成分が一致した。暴露者、36歳男性、大手缶詰メーカー、社に勤務。SCP-696JP-1、ひき肉状の死体。SCP-696JP-2、射精サバ缶に告示しており、SCP-696JP-1 が詰められていた。原材料表示に、遺伝子組み換えでない、は暴露者の氏名、との表示を確認。社への調査を行ったが、有効な情報は得られなかった。暴露者、エージェント、篠林。収容任務の際に誤って暴露。SCP-696JP-1、大腿骨、肩兜骨、頭蓋骨と筋組織が複雑に絡み合った冷凍状態の物体。SCP-696JP-2、2000年9月24日篠林、と書かれたコピー用紙。暴露者、D-71936。担当者許可の上で実験的に暴露。SCP-696JP-1、常に D-71936 の氏名を叫び続ける、編集済み。機動部隊によって鎮圧された。この事案によって7名の負傷者、12名の暴露者が発生。D-71936 は即時終了。SCP-696JP-2、なし。補足。D クラス職員を用いた実験では危険なオブジェクトの生成が複数確認されたため、収容プロトコルに実験時の注意が追加されました。事案 696JP-2、
2000年月日、経過観察中の暴露者が一斉に異常行動を実行。一般人の場合は周囲の位牌を無差別に盗掘して自宅での保管を行い、財団職員の場合はそれに加えて D クラス終了後の死体焼却について激しい抗議を行います。いずれの暴露者にも死体への異常な感情移入が確認され、この状態の暴露者は未知の方法で 20km 以内の死体を感知します。SCP-696JP 関連オブジェクト及び暴露者はあらゆる死体の処理を外部施設で行う収容サイト、8170における管理が義務付けられました。異常行動は現在も続行中です。ホイを参照してください。ホイ、2000年、月、日。2000年、月、日。サイト、8162において D、29666の死体処理を収容した際に遺骨が SCP-696JP の性質を示したため、収容されました。また、D、29666の死亡時刻とほぼ同時刻に暴露者の異常行動は全て収容しており、通常の状態に戻っています。D、29666の独房からは以下の物品が回収されました。棒やすり、複数の D クラス職員の毛髪 78g、D、35186、死亡済み、との交換日記、手帳6冊、D、29666の剣士。手帳及び交換日記はいずれもインクと D、29666の血痕で判読不可能な状態です。